ゆびさん、演劇部だっけ？いつもこんなところで練習しているの？ううん、レッスン室が多いけど、最近は校庭だったりいろいろと。部長がね、まずは人前で声を出すことが大事、演劇やるのは初めてだから基礎からいっぱい練習しないとダメなんだって。家でも体幹っていうの鍛えてるんだ。聞かな。そうなんだ。でもできなかったことが少しずつできるようになるのって楽しいよね。